どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになっちゃうよということで、日々、レッスン動画、簡単レッスン動画を公開してます。今日も張り切ってレッスンしていきます。今日取り上げる曲はハワイアンソングの名曲お届けします。こちらです。ドーン、ウルパラクア。ウルパラクアです。言いづらいですね、ハワイ語っていうのは。はい。このウルパラクアっていうのはガズさんももう日頃しょっちゅう聞いていたんですけど、まさか自分のガズレレ YouTube チャンネルでまだ取り上げてないとはというふうにちょっと気がついちゃった曲でございまして、ガズレレではですね、ハワイアンソングもかなり取り上げてるんですよ。ちょっと概要欄に他にね、他のハワイアンソングのね、ガズレレレッスン貼っとくんで、ぜひ他の曲も見てもらいたいんですけど、今回このウルパラクア、これはね、ハワイのね、カウボーイの曲だっていう話でですね、カウボーイいるんだなと思ったんですけど、まあまあ、広いですからね、ハワイもね。そんな思いとともに、この軽やかにですね、このちょっと梅雨の時期ですけれどもですね、カラッと乾燥したハワイを思い浮かべながら、思いっきりウクレレで演奏していきました。ウクレレに合いますよ、当然ながら。はい。今日はですね、G-Lab のガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョン、ではこっちの初めてウクレレを使っていこうと思うんですけど、ただいまガズレレのこの G-Lab ウクレレたち、大好評販売予約受付期間真っ最中です。最強最高のウクレレたち、ぜひゲットしてみてください。しかも今月はですね、G-Lab、公式 LINE 登録記念キャンペーンということで、ウクレレで使える1000円オフクーポンも発行してます。概要欄に詳細貼っとくんでチェックしてみてください。あと、はい。こっちの黄緑色の方、ソングブック6が予約スタートになりました。ぜひ Amazon で予約してほしいんですけれども、2つ注意点。インストアライブがあるかもしれないんで、そうするとそのね、インストアライブのお店で予約してほしいんで、可能性があるからちょっと待ってねということと、あと8月になんとガズレレ本、リットミュージック社さんから出てるガズ本が、累積20万部突破というとんでもないことになってまして、8月20万部突破キャンペーンが決まっております。その時に、なんか皆さんにね、おまけというか、付録というか、期間中に指定のお店で買ってくださった方には、なんかね、プレゼントがあるかもしれないんですよ。なんで、あるかもしれないんですよというか、あります。なんで、それをちょっと欲しいなという方、待ってください。ということで、ちょっと微妙な告知ですけど、ぜひ Amazon の方で曲目はチェックできるので、概要欄貼っときますので、よろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンゆっくりあります。けれども、ハワイ語ですから。ハワイ語といえばガズレレではですね、なんとこのひらがな表記です。ひらがながハワイ語はめちゃくちゃ歌いやすいです。これね、カタカナで書いちゃいがちなんですけど、ひらがなの方がいいですよ。ちょっとね、それかなり歌いやすいと思うね。あと歌詞の和訳はね、いろんなところで和訳のサイトが、ホームページありますので、ぜひ読んでくださいね。で、後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはちょっとハワイアンっぽくゆったりしたリズム。リズムが変わるだけでだいぶ世界観変わりますから。レトロビートで取り上げていこうと思います。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の大好きな曲聴くからやるに変えられるわけですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。さあレッスン入っていきましょう。ウルパラクアガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。 1,2,3,4。Beauty my only love。
名曲ウルパラクアガズレレ流簡単バージョンゆっくりやってみました。コードは簡単です。入門コード6個で、収まっているんですけど、渋いコードが結構、この7のつくコードが結構やっぱりかっこいいね。 C7 A7 D7 これがもうハワイアンっぽい感じのね、ちょっとおしゃれなジャジーな感じを出してくれます。ただし気づいたと思うんですけど、やっぱハワイ語っていうのはもう猛烈歌いづらいんですよ。でね、僕も研究を重ねた結果、やっぱひらがな表記もうこれにつきますね。これ英語でも読みづらいし、カタカナでもちょっと読みづらいんですよ。これは大発見でした。ガズレレでね、ハワイアンソングのハワイ語で歌われてるやつはですね、結構ひらがな表記、多いんでね、これぜひ活用してください。もちろん本当のやつがいいよって、自分のノートにどんどんコードと歌詞も英語とかで書いてもらっても構わないと思います。もうどんどんやってみてください。あと和訳読んでくださいね。ポップな感じの歌詞でございました。はい。今のガズレレバージョンは、みんな分かったかな？ハワイアンソングの定番の曲の進め方って、1番を2回やって2番を2回やって同じことを2回繰り返すっていう構成が多いんですね。で今回ガズレレでは結構ね、1番2番3番ってこうスーッといっちゃうパターンが多いんですけど、今回のレッスンでは1番1番2番2番3番3番という感じで、同じことを2回繰り返して3番までやるという、そういうこう形式になっておりますんで、はい。この辺は後の楽譜のねシェアの時にちょっとわかると思いますけど、まずはガズレレの動画見ながら練習してください。ひらがな表記なんで歌いやすいと思います。ガズさんの動画に合わせて、簡単バージョンに合わせて、見てもらってですね、練習してもらって、一緒に合わせてできるようになったら素晴らしいです。1個目のゴール達成だと思います。はい。ここまで来たら おめでとうございますなんですけど、次のステップにどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、とはいったって歌詞とコードを全部丸暗記するの、これめっちゃ難しいです。ハワイ語ですから、特にだからやっぱり楽譜みたいなものを見て何回も何回も練習して繰り返して、まあいずれはですよ、覚えちゃって、それこそ海辺に行ってハワイに行った時歌うとか、こんなのが素敵だなというふうに思うんですけど、でも楽譜見りゃいいって言うけど、どこにあるのという声が聞こえてきそうです。安心してください。今のガズの演奏は、はい、このガズの手書きノートに、書いたガズのこのオリジナル手書きノートを見てやっていきました。これもうちょっともうちょっとしたらこんな風にカメラにでっかく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、ガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですから、ちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃
投稿です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね。初心者の人はちょっと難しいと思いますけど。はい、ガズレレ大学やってます。あと、毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね。ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと、概要欄に、詳しく案内貼っておきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは、楽譜の方を見ていきましょう。ウルパラクア。はい、ウルパラクアです。ハワイアンソングの定番、ハワイのね、カウボーイの歌だということでございます。はい、楽譜見ていきましょう。はい、D7、G7C、D7C。あ、シンプルですね。見て、このね、構成はもう嬉しい。すごいシンプル簡単。ただし、見てください。ひらがな表記。これがポイントです。ハワイアンソングの。これで結構言いやすいですよ。カウアナマイネイつってですね。はい。これ、あ、で、構成としてはですね、さっきも言ったように、イントロやったら、1番やったら、ここ2回繰り返す。で、1番やったら感想。1番やったら感想ってことを2回繰り返すです。で、2番やったら感想。2番やったら感想。3番やったら感想。3番。こんな感じで進んでいきます。これだけ写しといたらもうね、分かっちゃうっていうか、コードを繰り返しなんですよね。なんで歌詞が変わっていくだけです。で、これ一応まあ、写しとくんですけど、今紹介させてもらったガズクラブで、この今写ってる、ノートの手書きデータのデジタルデータ、そのものを、皆さんのお手元にダウンロードして、すぐご活用していただくのもおすすめです。ガズのノートの特徴は、この V とか、くるっと守って、囲ってるとか、この言葉の上の点。これがかなりヒントになるんですよ。ちょっと言ってみますと。ワン、ツー、スリー、フォー、うん、かなら、ここちょっと早く言うよ。かなら、まいねー。うん、あお、うるぱらく、あー、みたいな感じ。このテンポがわかるというね。歌詞カードには絶対出てこない、この伸ばすところ。そもそもひらがなですから。こういうのもガズレレノートの特徴で、歌のタイミングがめちゃくちゃわかりやすいということで、もとんでもない情報量が詰まったガズノートでございますね。ガズクラブでこれ、手書き楽譜ゲットしていただくのもおすすめですけど、お時間ある方はこんな感じで写しておいてください。はい、一時停止。まず1番、イントロと1番。はい、そしてこれ一時停止で書いてね、歌詞が違うだけですからね、コード進行全く一緒。ちょっと言いづらい。ヘウェヒーとかね。ヘウェヒーとかなってます。はい、で、これ3番ね。あ、で、ここ気づいたんだけど、ここだけね、ビューティーっていう英語が入ってくるんですよ。ヘビューティー、ビューティーだけね、英語なんだなと。はい。続けます。はい。これ3番ですね。で、3番はちょっとこれで最後の回なんで、ここまで1回行くじゃないですか。そしたら感想をやります。で、ここまで2回目やったら今度はラストです。D7、G7 で C で、これコードは一緒なんですけど、かっこいいバージョンでここちょっとフレーズ入れます。ハワイアンのかっこいい、決めのフレーズがあるんですよ。これはいっぱいハワイアンで出てくるんですけど、まあ、あえて今回も入れてみました。これ後で解説していきます。って感じの楽譜です。じゃあコード見ていきましょう。いってきます。C、C7、A7、F、D7、G7 の7個のコード。今映ってるこの7個のコードはガズレレではもう超簡単コードのグループなんで嬉しい、よかった。はい、ガズレレ必須コードのグループのメンバーです。このガズレレ必須コードつうのは一体何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつはもうめちゃめちゃ簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うとはなかなか頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄にね、その動画の URL 貼っとくんで、ぜひそれで、10個のコード覚えちゃってください。ここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、その前にですね、やっぱりこういうハワイアンの曲で大事なのは、このハワイアン気分をこう満喫しながらやるっていうのが大事ですね。これ梅雨の時期だからこそ、この皆さんの想像力というか妄想力が大事になります。しかも今ですね、ハワイに行くのもなかなか、大変なことになってまして、まあ、ドルだか円だかがもう、どうやらことになってましてですね、なかなかおいそれとはね、なかなか行けなくなっちゃったっていう感じですけど、まあそういう思いをですね、この歌に込めるのが一番いいと思いますね。はい。コードは簡単。ただ歌はやっぱりその、ハワイ語の独特のこの響き、これももう十分味わって楽しんでいきましょう。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはリズムが変わりますということですね。今日出てくるリズムはこれでいこうと思います。ドン、レトロビート。このね、曲を聴くといろんなハワイアンのアーティストがカバーしてますけど、もう様々なリズムが登場してるんですよ。で、それこそがいろんなアーティストのこのなんていうのかな、表現の一個だと思うんですけど、ガズレレではですね、レトロビートっていうのをですね、これいつもハワイアンでよく取り上げてるんですけど、これがねハワイアンに合いますよ。しかもすごい一回物にいっちゃうと簡単というか、気持ちがいいの。
ぜひ皆さんこれを機にレトロビートをちょっと掴んでください。レトロビートの解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに URL があって、その先にね解説レッスン動画貼ってあるんですけど、今からちょっとやりますわ。 C を押さえてやってみます。 C でいきます。 1,2,3,4 いいでしょ。ドンドンダンダチャッカドンドンダン、これドゥルルン、これ親指でこう斜めにちょっと使うと時間稼ぎ、ダンドゥランダンダチャッカダンドゥランダンダチャッカ、こんな感じがいいかなと思います。ちょっと手だれの人は これを使ったりして、これでもいいですよ。これもなんかこう軽やかな感じです。こっちの方はちょっと難しいけどね、あの音を口で表現するとダンドゥランダンダチャッカダンドゥランダンダチャッカ、これがめちゃいい。ぜひ皆さんこれを機にレトロビートマスターしてください。さっきも言ったけど概要欄に貼ってあるリズムいろいろの URL の先にはこのリズムだけをめちゃくちゃ詳しく解説している動画があるんで、そこでね復習してもらっても、あと3分ガズレレレッスン動画トレーニングでレトロビートを練習してもらってもいいかもしれませんと。そんな感じです。であとこれも淡々とこのレトロビートでこの歌を歌っていこうということなんですけど、一番最後の最後に決めがあります。ただそれだけなんですよ。だからめちゃシンプル。ちょっとじゃあ1番やってみましょうか、イントロから。あでそうだ、このレトロビートでこのイントロ見て、D7G7C じゃないですか。このワンブロック2つコードが入っている時のレトロビート、じゃあどうするんだって。これちょっとね、ちょっとハードル高いです。ちょっとやってみますね。こうです。ダンドロンドドゥドゥチャッカ。まず D7 のところで、ダンドゥランダ、ダンドゥランダってやって、今度 G7 で、ズンズタッツです。分かった。ドゥンドゥランダドゥドゥチャッカシー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 、ダンドゥラッタドゥンドゥチャッカ、こんな感じですね。まあちょっと練習したらこれもできると思いますからね。じゃあこれイントロから1番ちょっと練習でやってみましょう。ゆっくりめで1,2,3はい、わかる。ドンドゥロンドツーズタッツドン、歌が入ります。ガマルマイエイイイアオウルタラク、いいメロディーです。また同じ感想だん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 、こんな感じでずっと繰り返されていきます。なんでこれレトロビートがものにできたったら、まあすぐできると思います。レトロビートというよりもやっぱりこのね、やってるうちにどんどんね、こうアクセクガチャガチャね、なんかこう柔らかい感じがなくなってくるんですよ。なんでこうや体も柔らかくして、どんどんだんだんだったなんかハワイアンソングのこのね、こう流れるようなこのこの感じを表現してるわけですからね。ゆったり気分でいきましょう。で、一番最後の最後、ここでちょっとフレーズをいきます。3番やってみましょうか。1,2,3,4 ハイネマイカプアナアウルタラクア、ここね、一番と歌詞一緒なんですよね。ここの部分ハネアタイオロ、かっこいいでしょ。最後のエンディングのワンブロック、ダンダランダチンジダンダ3,5,6,7です。ね、一弦の3,5,6,7,4、かっこいいでしょ。ハワイアンっぽい。これでもうバッチリ決まります。ジャガジャン、ジャガジャン、いいですね。3,5,6,7ですよ。全部弾いていいですからね。これでもうね、終わったって感じがしますから、全開で楽しんでください。さあ、ハワイアン気分、梅雨の中ですけど、ハワイのこの太陽と海と、ハワイアンソングの持つ独特のこの優しさとかね、この、愛みたいなものをこう、感じながらですね、奏でていきましょう。やっていきましょう。かっこいいバージョン。ウルパラクア、ガズレレルかっこいいバージョン、やってみる1,2,3,4
バラクはガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これがもうね、やばかったですね。ガズさんもこうハワイが大好きですんで、ハワイアンソング歌うともうね、テンションが高まります。家では結構ハワイアンソング、リピートでなんか聞いてるんですよ。なんでね、この曲もしょっちゅう聴いてる曲なんでね、もうなんか気持ちよく歌いました。はい。のんきに。ウクレレやっぱもう合うのはもう間違いないですからね。はい。どんどん取り組んでいきましょう。さあ、ガズレレ G ラボのウクレレたち、ただいま大好評販売予約受付中ですよ。よろしくお願いします。で、これ、黄緑色のソングブック6も、絶賛予約始まりました。はい。二つの注意点があるってさっきも言ったんで、その辺もちょっとご認識ください。はい。で、こっちのご機嫌ガズレレデイズ、これ主婦友から出てる、主婦の友社から出てるガズのめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本。こっちも読んでくれた？これも本当読んでほしい本なんですよ。ぜひ、ご一読ください。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜、もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲、お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにね、ご活用していただけるというね、画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にも、めちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね、大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、とガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとね、ハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでね、リアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のね、レッスンとか講義も全部ね、見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めた初心者さんに一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループがあるんです。でも10個もあるのと思うかもしれないんだけど、1個ずつ見たら超簡単だけど、いっぺんにドンと10個覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるので、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄に、分かりやすい動画貼っとくんで、ぜひガズレレ必須コード覚えちゃってください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループなんです。10個あるのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃ簡単、でもね、10個いっぺんにドンと覚えようと思うと頭ごちゃごちゃに混乱するんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄にめちゃめちゃ詳しいいい動画貼ってあるんで、ぜひそれを見て覚えちゃってください。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつはもうめちゃめちゃ簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うとはなかなか頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮ってます。概要欄にね、その動画の URL 貼っとくんで、ぜひそれで、10個のコード覚えちゃってください。さあ、お知らせです。さあ、皆さんこの本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、このデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、
分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうと、わーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときは、ここのね、楽譜に手で書いていくんですよ。このかっこいいバージョンのコードとかを。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さん、チェックよろしくお願いします。それと、ガズレレにはね、アプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とか、タブレットでね、楽譜が読めます。で、無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でね、ブロックになってて、最新楽譜。で、こっちの楽譜は、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですね、ボリュームたっぷりでございます。はい、詳しく、まずね、アプリのインストールは無料なんで、まずね、ちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのね、ガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネル、ガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私、ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね、概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと、本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、T シャツだったり、キャップだったり、いろんな楽しいグッズがね、もう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね、可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これ、ここのガズレレ .com、このホームページのね、バナーなんですけど、このガズレレホームページ、よくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことは、ここが基地になってますから。はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くよりやろうが最高。楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。